光太郎のビッグバン。はい、住光太郎でございます。今日もですね、腕立ての実験をやっておきましょう。はい、もう73、4日になるわけですよ。初めてから累計で。で、腕立て伏せをやった回数っていうのが5400回を超えたっていうので、まあそんなにもやってたのねっていうふうに自分でも改めて、あらびっくりでございます。はい。なので、今日も、いつも通りなんですけども、ヒップスラストからスタートして、で、腕立て伏せをさせてもらうっていう。で、ちょうどいいところにですね、こんなところがあってですね、これ、だーっと、ほら、こんな感じで、直線のコースになってるんですよ、陸上の。で、そこのところで今撮影させてもらってるんだけども、うん。まあ、なんともね、綺麗なところで。これもブブル公園の一部なんですわ。はい。で、だからブブル公園っていうのは、どんだけ広いのっていう感じなんだけども、うん。まあ、そんなところですっていうところで、まあ、やっていきましょう。リク君も映ってるね。OK。あ、こっちにこう、リク君を来てもらおうかね。せっかくだからね。OK、OK。じゃあ、リク君と二人でやります。周り誰もいないんで、本当に。一瞬止めるらしい。そう。キュッ。で、ヒップスラストが10回終わったところで、じゃあ、おんちゃんの腕立て伏せに行きましょう。何回できるっけね。まあ、なんとかこうとかでしたね、今日。はい。腕立て伏せやって、で、ヒップスラストやって、で、お尻が縮まったかといえば、昨日測ったらですね、寸法が1センチも狂ってないんでやんのって、何なんだろうって、腕力ついたのかな。体重もね、多分変わってないと思う。まあ、金曜日のお楽しみってやつなんだけどもね。はい。なので、今日も、なんとかこうとかでしたが、100回の腕立て伏せ、やることができました。皆さんのおかげでございます。本当に、これ見てる人がいなかったらね、3日でやめてると思う、こんなのって。本当にありがたいと思ってるよ。で、まあ、お便りコーナーとか、あと、いいねのボタンとか、いやいや、まだまだだよとかっていうボタンとか、いろんなボタンをですね、押してもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。シャバタドビアはシャバドビア、ダマダマダー。